敬語を使いすぎると心理的距離が、できてしまう気がします。その通りだと思います。敬語を使った方がいいタイミング、またやめた方がいいタイミングを教えていただきたいですってことなんですが、敬語を使うタイミングが2つですね。1つがまだ十分に距離を縮められていない時、つまり相手のプライベートな話とか、相手の仕事と関係ない話を引き出せていない時、この時は敬語を使っていいと思います。で、もう1個が、距離を置きたい時です。この2つだと思いますよ。だから僕はね、敬語に関して言うんだったら、相手のことがあんまよく分かってない時、しかも自分のこともあんま話してない時っていうのは、敬語を使うようにしてます。で、一方で、相手のことを存分にした時とかは敬語は使いません。で、逆に、相手と距離を置きたい時、うわ、こいつめんどくさーと思った時には、年下とかでもすごい僕敬語を使います。近づきがたいイメージを作りたいんで。そういう風にしますね。そう、だから相手との距離感をお互いにどれぐらい知ってるのかってことによって、敬語を使うかどうかってことを調べるといいと思います。で、じゃあどこで敬語から切り替えるのってタイミングなんですが、これはもう、裸で覚えるしかないんですけど、例えば自分が敬語を使わない相手にしか話していない話をして、楽しそうに相手もそれを聞いてくれて、似たような話を返してきた場合っていうのは、これはもう敬語の領域を超えてるので、だから自分が、敬語を使わない相手にしか喋らない話題が何だろうってことを知っておくと、いい距離感がつかめると思います。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。